相受けは1番の高本、少し優等と車間を空けています。そして5番手も4番の磯村が前と車間を空けて、さあ磯村がここは一気にかましてくるんでしょうか。ただこの動きをきっちりと目に入れて1番の高本、さあ高本が前受けから何度も後ろを振り返っています。そんな中で5番手から磯村が上昇開始、山下は追っていきません。残り800を切りまして、ここでまずは中部勢前を抑えまして叩かれましたが、1番の高本まだ3番手があります。そして7番の山下が現在は最後方となりました。体型は再び縦一列、さあ後ろから7番の山下が内を潜ってまいりまして、3番手主張してまいりました。3番手外並走から一車下げたのが1番の高本和也、前で待つのが4番の磯村、そして4番手から立て直して1番の高本がここでホーム縦に踏んでまいりました。ホームでかましていって1番の高本、前では4番の磯村もペースを上げてくる。さあここは4番の磯村、外から1番の高本、この両者の力比べとなりました。最終の2コーナーからバックストレッチ、ここで1番の高本が先頭に変わる。追走は3番の北村、さらには5番の田中が続いていって、さあ南関東勢が完全にサッシャーできりました。叩かれて4番の磯村が現在は4番手なんですが、少し縦長な展開、前の3名でこれは決まっていきそう。4コーナー回ってくる南関東勢、先頭は1番の高本和也、高本先頭で5輪。